大影隊は中華民国の政治家、北京政府、法天派に属した。後に中華民国臨時政府、南京国民政府でも養殖職を務めている。字は、毛群。父は、新末民発の政治家、学者である、王式通。祖籍は、石膏省商工府。日本に留学し、1906年、第一高等学校を卒業した。 続いて、ドイツに留学し、ベルリン大学法科を1912年に卒業している。翌年に帰国し、北京政府の法制局等で、各職を歴任する。また、北京大学法科講師、高等検査長判事も務めた。1919年、敵国財産管理ところ、法律顧問権空論特派員となる。翌年、空論専部所総務所所長に移動した。 1921年に東北に赴き、調査人の顧問となっている。1926年6月、北京政府外交部次長、関税会議代表、中2話交渉委員会委員長に任命された。1927年6月、大影隊は、反副内閣の成立とともに、外交総長に昇格する。また、条約研究会副会長、 中華企業銀行総経理も務めた。1928年2月、洋親の公認として司法総長に移動する。これにより王は北京政府最後の司法総長となった。同年6月、北京政府、法天派の敗北とともに王は東北へ逃れ、さらに上海へ移って弁護士を開業した。1940年前後の大影対1937年12月、 大影隊は、大勝利らの中華民国臨時政府に参加し、実業部総長に就任した。1940年3月、臨時政府が王長名らの南京国民政府と合流すると、大影隊は、河北政務委員会常務委員兼実業総長、ただし弁に任ぜられている。1943年11月、河北政務委員会の無総長、ただし弁兼総務長長長となる。 1945年2月、大勝都市の公認として、下北政務委員会委員長に昇進した。日本敗北後の1945年12月5日、大影隊は、官官として国民政府に逮捕され、翌1946年10月8日、南京高等法院で死刑判決を宣告される。しかし1947年12月に、最高法院の上訴審で、 無期懲役に限定され、上海で収監された。中華人民共和国建国後も、上海で収監され続けている。1961年12月15日、獄中で病没。去年76。ありがとうございます。